腰が落ちる動作を改善しよう。どうもこんにちは、川瀬です。皆さん陸上競技短距離走を走っているとですね、この腰が落ちてしまうとお悩みの方多いんじゃないでしょうか。まあよくね、僕の LINE の公式のアカウントとか、あとはね、YouTube のコメント欄でもですね、腰が落ちてしまうんですけどどうすればいいですかというね、質問を多くいただくので、今回ね、動画にさせていただきました。なのでこの動画ではですね、この腰が落ちてしまうとはね、具体的に何なのか、その原因とは何か、あとはそうなってしまっている場合ね、具体的な練習の方法は何かというのをね、解説をしていきたいと思います。なので皆さんの中でですね、まあ地面についた瞬間に腰が落ちているように見えるとか、腰が低く走ってしまうよ、あと少し上下動が大きいよとかですね、重たい走りになっているよという方はですね、ぜひ最後までご覧いただいて練習ね、参考にしてみてもらうといいかなと思います。このチャンネルでは陸上競技の短距離走を中心にですね、速く走るための練習の方法をですね、紹介をしています。チャンネル登録をお済みでない方はしていただいてですね、別の動画もですね、この後ぜひチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまずですね、この腰が落ちるとは何かというお話からしていきたいと思います。まあよくね、腰が落ちてるんですけどってお話をいただくんですけども、まあ実際にそれ腰が落ちているのか、そのあたりの判断って非常に難しくなってきますよね。なので、まあ自分でね、動画撮ってみてですね、まあ実際に腰が落ちているのかどうかってね、しっかり判断していただくためにですね、まあ具体的にこの腰落ちとは何かという話をしていきたいと思います。じゃあこの腰が落ちるという動作って何かというとですね、まあ地面につく、つまり接地ですよね。まあこの瞬間に腰が落ちる、もしくはですね、接地をしている間に腰が落ちると。なので動きとしてはですね、少し上下動が出てくるようなね、動作になってくるかなと思います。よくちょっと似たような表現で、例えば腰が引けるとかありますよね。これは接地のポイントに対して腰が引けてしまう、もしくはですね、体が首だけ前に出てるとかですね、まあこういった状況かなと思います。あと重心が高い低いとかね、これもありますよね。高重心で走る選手もいれば、ちょっとね、低い重心の位置で水平に移動していくようなですね、高速ピッチで走っていく選手も最近はね、多く見られるようになってきましたね。なので腰と表現しているもの自体はですね、実際重心の場所になってきますよね。つまり地面についた瞬間からできるだけ重心はですね、水平に移動していくことでですね、このピッチ数とかですね、もちろんストライドも高めることができるかなと思うんですけども、これの上下度ですね、沈み込んでしまってまた元位置に戻ってくるということで、走りの中のロスが起きている状態が、まあこの腰が落ちるというね、走り方かなと思います。つまり、この腰が落ちているような走りになってしまうと、まあどういったね、デメリットが考えられるかというと、先ほどちょっと言いましたけども、沈み込んでまた浮き上がってくるので、ピッチ数ってやっぱり上がりにくいですよね。また、走りの効率、これもね、落ちてしまうかなと思います。無駄な力を使ってですね、100メートル走を走っていくのに後半まで持たないとかですね、速い選手というのは一歩でね、大きな力を発揮しているんですけども、この走りの効率性が高いので100メートルね、きちっと走り切ることができるわけですね。あとはやはり着いた場所よりも下がってですね、次の設置に向かっていくわけなので、この一歩の歩幅も出づらくなってくるかなと思います。なので総じてですね、このスピードを上げていくのを妨げるね、デメリットがあるかなと思いますので、まあ、この腰落ち走りですね、これはね、改善していく必要があるかなと思います。それではなぜ腰が落ちてしまうのかというね、原因のところですね、これを見ていきたいと思います。なので今からね、3つの原因ね、考えてお話をしていきますので、まあ、皆さんどの原因に、ね、当てはまるかどうかですね、まずはしっかりと自己評価をしてみてください。そしてその原因をですね、クリアしていく練習の方法をね、後ほど紹介していきますけども、そのあたりもですね、やってみてもらうといいかなと思います。まず原因一つ目なんですけども、筋力不足ですね。まあこれ最大の原因かなと思います。速く走るということは、地面につく瞬間に大きな力を地面にかけるということでなってきますね。かけた分は反発ってよく聞かなと思うんですけど、地面から返ってきます。これがですね、前に進む推進力に変わってみたりとか、上に弾む力に変わっていくわけですね。なので、まずこの地面に大きな力をかけることができるかどうかが重要になってくるわけですね。で、腰が落ちてしまうということは、この衝撃をですね、特に足全体でですね、耐えきれていないとイコールになってきますので、まあ、例えば内転筋が弱かったりとか、あとお尻の筋肉が弱かったりとかですね。まあ、前から例えば自分の動画撮ってみてもらった時に、少しね、ガニ股になるっていう人はちょっと内転筋が弱いし、膝がね、内側に入ってしまうよっていう方はですね、お尻の筋肉がうまく使えていない可能性がありますよね。で、今お話しした通りですね、足首、膝、
股関節、まあ、骨盤ですね。あと肩とかね。この地面についた時の位置、アライメントもね、大事になってくるかなと思います。膝が外に割れていってしまったりとか、逆にね、内側に入ってしまったりするとですね、やはり腰の位置、重心の位置で下がってしまいますよね。またこういったズレはですね、怪我の元にもなったりしますので、もちろん筋力をアップさせていくのもそうですし、正しい位置で設置をしていくよう、自分の走りを平面で捉えるのではなくてですね、前後左右で捉えてそのポジションを整えていくよというね、ちょっと難しい作業もね、必要になってくるというわけですね。やはり筋力が不足しているだけではなくてですね、その筋力を短い時間でバンと発揮できるかどうかってね、まあ、いわゆる瞬発力っていうのも、ね、大事になってくるかなと思います。なので、筋力トレーニングはもちろんですね、ジャンプ系のトレーニングを用いてですね、大きな力を発揮できるエンジンをつける、そのエンジンを動かせる能力をアップさせていくっていうかね、重要になってくるというわけですね。次、原因の2つ目になってくるんですけども、地面につく位置、設置する位置ですね。これのズレです。例えば、自分のね、重心、つまり腰の真下近くにつきました。まあ、よく真下設置というかもしれません。走っている最中では、自分の真下というよりは、若干前にはなってくるんですけども、意識的にはですね、自分の重心の真下近くでいいかなと思います。で、ここにつけた時っていうのは、やはりね、腰の位置がここだとしますね。で、つく位置が仮に前になったと。まあ、これだけで腰の位置って下がってしまいますよね。ここに対して自分の腰を移動させていく時間もかかってしまいますし、ついた瞬間に前後のバランスを取るために後ろの足をね、流して対応するしかなくなってきますよね。なので、地面につくね、足の位置っていうのがね、非常にね、重要になってくるし、このね、腰、重心のですね、上下動をね、決めていく一つの要因かなと思います。まあ、他の動画でもね、この設置位置の重要性っていうのをね、散々ね、お話をしてきて、先ほど言った通り地面に対して大きな力をかけていくにあたってもですね、体の遠いところをね、踏んでいくより自分の体近いところを踏んでいった方がもちろん大きな力がかかってくるわけですよね。なのでこのポイントをですね、しっかりと見極めていく、スキルを磨いていくっていうのがね、とっても大切になってきますね。それから原因3つ目なんですけども、後方スイングスピードが遅いということですね。後方スイングというと何かというと、まあその名の通り後ろの方向にスイングしていくと。何をというと足をですね。で、ここで重要になってくるのは股関節を伸展と、後ろに伸びる。このスピードになってきます。例えばその場合立ってもらって、股関節を後ろに伸展させます。そうするとですね、重心がですね、前方向に移動しますよね。この股関節の伸展スピードが速ければ速いほど重心の移動スピードが速い。つまり走るのが速いということですね。なのでこの後方スイングスピードが遅いとですね、重心を水平に早く前に運ぶことができなくなってきますので、腰がね、落ちて見えるというわけですね。なので、ね、短距離走で最も重要なのは、この後方スイングスピードを引き上げていくことになってくるんですけども、まあそれをね、引き上げるための、まあいろんなね、スキルですね。先ほどの真下についていくのもそうですし、もちろん筋力アップしていくのもそうですし、逆足ですね、空中に浮いている方の足、U脚と言いますけど、そっちの足がどっちの方向に出てくるかとかですね、正しいタイミングでスイングできているかとかですね、まあいろんなスキルを磨いていくことで、この後方スイングスピードをね、引き上げていくというわけですね。なので、今言ったですね、3つの原因、まあ後方スイングスピードに関してはもっと細かな原因があるかもしれませんけども、まあ皆さんね、どれが当てはまるかと。おそらく一つだけではなくてですね、もちろん筋力も足りていないかもしれませんし、設置位置がずれている可能性もありますし、まだまだね、後方スイングスピードは引き上げる余地があるかもしれませんよね。なので今からね、お話ししていく練習の方法をね、少しね、紹介していきますので、参考にしてみてください。それではこの腰が落ちる走りをね、改善していく方法ですね、いくつか紹介をしていきたいと思います。まず一つ目なんですけども、階段やですね、段差を使ってですね、足の切り替え、このドリルをやっていきたいと思います。段差をね、1番まっすぐ立った状態で足を引き上げます。この状態からですね、段差を1段登ってですね、反対の足に切り替えていくというものですね。なので地面についた瞬間にもうね、反対の足がしっかりと引き上がっているようにしていきましょう。この反対の足が出てくるのが遅いとですね、腰が落ちたように見えてくるわけですね。なので雨の日のね、室内で階段トレーニングね、やってもらうときに意識してもらってもいいですし、なんかね、ボックスみたいなものをね、使ってですね、素早い足の切り替え動作とかですね、この腰の高さとかですね、このあたりを意識しながらやってみてもいいかなと思います。階段でやる場合は一歩一歩ね、しっかり切り替えてもらったら、例えばもも上げ動作ですね、だんだんと走りに近づけていくなどね、段階的にやってみてもらうといいかなと思います。階段のトレーニングに関してはですね、こちらの動画でいくつかね、紹介していますので、またね、練習に取り入れてみるといいかなと思います。次、2つ目の練習の方法はですね、スイングスキップがね、有効かなと思います。スキップのリズムでですね、片方の足をですね、高く引き上げていきます。この状態から自分のですね、体の近くにですね、素早く振り下ろしてくるわけですね。で、まずスキップのリズムというのは、体の後ろにですね、足が送られにくいという特徴があります。なのでね、
足が流れるというね、動作の防止にね、つながったりもするんですけども、自分のね、重心の近くにつきやすいと、この意識をしやすいという特徴もありますよね。あとは、高い位置から振り下ろしてくることでですね、地面を強く踏むこともできます。そしてその瞬間に振り下ろした足と反対の足がですね、前方向に引き出てくると、このシザースのタイミングをしっかり合わせる練習にもなってきますので、腰が落ちる原因であった接地位置のズレとかですね、後方スイングスピードの遅さとかですね、このあたりは改善できるかなと思いますので、これね、やってみてください。はい、次3つ目の練習の方法ですけども、ハードルジャンプ。このあたりはね、有効かなと思います。やはりね、自分のね、真下近くに設置をしていくよと。このスキルを獲得するにあたってですね、走りながら真下を捉えていくのってね、まあ実は非常に難しいわけですね。もちろん地面につくのは片足ですし、前にね、高速で進みながらですね、一歩一歩ね、ついていくのってですね、本当に真下についたかどうか自体もですね、わかりにくいわけですね。なので、わかりやすさとか、まあその難易度をね、少し下げるためにはですね、こういった障害物を越えて前に進んでいくような連続ジャンプがね、有効かなと思います。ハードルジャンプね、両足踏み切りでタックジャンプですね、膝を抱え込むジャンプでハードルをクリアしていく連続ジャンプの方向になってきますね。なのでこのハードルをクリアしていくにあたってですね、自分の体の近くに設置しないとそもそもね短い時間で弾めてこないので、まあ、自然にねこの自分の真下をね捉えていく感覚とかですね、短い時間でパワー発揮していくとかですね、そのあたりの瞬発力もね身についてくるかなと思いますので、繰り返しやってみましょう。レベルが高くなってきたらハードルとハードルの間を広げてみるとかですね、重心の移動距離をちょっと増やしてですね、もらった力を前に進む力に変えていくと、このあたりのスキルをね磨いてみてもらうといいかなと思います。それからもう一つだけ練習の方法を紹介していくと、ホッピング、これもね有効ですね。やはり腰が落ちるということは、先ほど言った通り筋力不足とかですね、要は地面についた瞬間にですね、関節の角度があまり変わらなければ OK になってくるわけですね。そこで有効になってくるのが、やはりこの片足のホッピングになってきます。一歩でできるだけ遠くに行きましょうというね、ケンケンのトレーニングになってきますね。なので例えば20メートルを何歩で行けるかってね、測ってもらってもいいですし、僕がよくやっていたのは3回ホッピングをする間にですね、1個ハードルを飛び越えて着地をしていくとかね、ちょっとハードルだと難易度が高いのでミニハードルをね飛び越えていくとかね、少し高い位置から着地してもしっかりと安定感を持ってですね、自分の体を支えることができるようになってくるとですね、まあつけてきたね筋力というのをしっかりとね走りに使うことができてくるかなと思いますので、まあちょっとパワーが必要なですね練習の方法になってきますけども、ホッピングね繰り返しやってみてください。はい、というわけで今日はですね、腰が落ちてしまうよと、そのね原因と改善の方法についてですね、紹介をさせていただきました。同じようなニュアンスで腰が引けるというのもねありますけども、これと比較して腰が落ちるってなかなかね自分で動画を撮ってみてね見てみてもですね判断がしづらいかなと思います。なのでちょっと感覚的なところに乗ってきてしまいますけども、いまいちねピッチが自分の思っている以上に上がってこないとかですね、ちょっと重たい走りになっているよとかですね、そういった方はちょっと着地の瞬間に腰が落ち込む、重心が下に下がる、結果短い時間で始めないピッチが上がってこないって可能性があるかなと思いますので、まあそういったところでね判断してもらってもいいかなと思います。まあこういったね走りのエラーに関するね改善の方法はですね、また別の動画でもね配信をしていますので、まあいろいろですねチャンネル内見てみてですね、皆さんの課題に合ったものをね探してみてもらうといいかなと思います。じゃあまた動画のリクエストなどはコメント欄に書き込んでみてください。ではまた。